過ごしですか。口コミルンルンスタートです。この番組は月1回の更新でまるちゃんまみさんのハッピーコンビでお届けいたします。はい、今日はもう画面にも映っていると思いますが、はい、素敵なゲストさんお迎えしています、はい、ラジオイナチルートガイドリポートということなんですが、このルートでですね、とっても人気の、はい、とっても活躍されているアーティストさんをお招きしております、はい、大康弘さんと今井由紀さんです。よろしくお願いします。それからですね、この番組では皆様からのいろんなね口コミを、ね、募集しております、はい、宛先申し上げます。 info-m@tv171.net info-m@tv171.net までお寄せください、はい、お待ちしております。お待ちしております。今日はですね、ライブのことについてもメッセージいただけたらと思っておりますそしてルートガイドのアーティストさんをお招きした、あとはまるちゃんのジャパニーズスタイル予定しております。ありがとうございます、はいはい、今日はどんな話でしょうか。そうですね、金沢の方をちょっと行ってきましたので、はいはい、そのお話をさせていただきたい。美味しいもいっぱい食べてきはったんですね、はいはいそして口コミお待ちしております。30分間どうぞお付き合いください、はい、ではこのコーナーから参りましょう。ラジオイナイチルートガイドリポート、このルートで人気のゲストさんお迎えしております。はでは改めてご紹介させていただきます。大康弘さん、そして今井由紀さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。わざわざ滋賀県草津から来ていただきました。ありがとうございます。遠いところありがとうございました。お招きありがとうございます。もう今日はねお二人にいらしていただいたので、はい、もうほとんどオンステージという感じで無料で、ね、していただくのはちょっと心苦しいんですけれどもですけど、はい、まあ私たち特等席で拝見させていただきながら番組進めてまいります、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、大康弘さん、そして今井由紀さんなんですが、まあプロフィール的にはまあね、ホームページなどをご覧いただいたらと思いますが、うん、もう長く音楽を活動されてきまして、ギターの方の、まあ、タイさんの方は入賞の歴もあったりとか、はい、いろんなところで活動を開始されてまして活躍なさっていらっしゃいます。そしてユキさんの方は学生時代からずっと続けてきた音楽を、ね、特にピアノとボーカルを続けてこられまして、とっても素敵な、まあ、今はお話もね、ほとんど声がねよろしくお願いしますぐらいですけれども歌っていただきましたらもう本当に雰囲気がある。そうですね、はい、もうユキさんワールドに引き込まれたかのような、なんかもうなんかすぐお聞きしたいですね。まずそうです、ね、まず歌っていただいてみてくださいね、はい、なんか、はい、私は初めてですので楽しみにしております。それではこの秋、ね、まさに紅葉の季節ということで、ね、一番多く歌わせていただいてる、はい、スタンダードナンバーをお届けいたします、はい、枯葉です。あ、嬉しい。Cette chanson qui nous ressemble, toi tu m'aimais, moi je t'aimais, et nous vivions tous deux ensemble.Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais rêver c'est pas ce qui s'aimait. Trop doucement, sans fuir de fuir, et la mer efface sur sa brûleThank you.
vi c'est pas ce qui s'aime todos son fille de vie et la mer efface sur sa brûle les pas des amours déjeuner まるちゃんいかがですか。まあ、生でこんな近くでね聞かせていただいて大感激ですよね。すごい音という感じになります。いえもうすごく癒されました。いいですね、ありがとうございます。こう目がとても可愛くて私横顔ずっと見てたんですけど優しいね、可愛くて、うん、やっぱりその歌っておられる時の表情っていうのはお話になってる時の表情と全く違って、そうですか、うん、もうその、あの、もうその思いが全部込められた優しい瞳になっていると思います。多分それ感激しました ねすごい感激しました。すぐ目を閉じちゃうんですけどありがとうございます。開けてんのか閉じてんのか、いやいやそんなことないですよ。もうまつげはバチってこうなってますから大丈夫。やっぱりこの、あのボサノバで枯葉を聞くっていうのはまた違った雰囲気でいいですよね。そうですね、ジャズジャズしてないところがいいですよね。シャンソンだともっとこうドラマチックな予感がある感じですし、はい、ジャズだとパワフルな感じの枯葉が多いんですよね、はい、シャンソンで枯葉は聞いたことはありますけれど、うん、はい、そうですね、まあ、その枯葉もとっても素敵ですが、まあ、夏には夏の、秋には秋の、そして春には春の、ものすごくいろんな古式お料理の素敵な曲を歌っておられて、私の大好きなユーミンもカバーされてたりとか、幅がすごく広いです。すごい、はい、そしてギターの方も含めてビートルズの CD も出されたりとか、ね、私あのボサノバって言ったらボサノバっていう感じでなんかすごくなんていうのかな、それはあれはまた違うんですか。なんかボサノバってものすごくなんかあのパンチのあるようなのを思ってたんですけど、サンバってあれじゃないですか。あ、サンバ、そうそう、それと勘違いして、こんなんがサンバですよ、ね、あ、すみません、もう本当知識がなくてごめんなさいね。ラテンの雰囲気があるっていう感じから ね、うん、やっぱりイメージ的にね、はい、うん、サンバってプロレスの入場の時にですね。あ、そうですね、もともとのサンバはね、入場の時に入場曲なんでね、あれ新曲というか、ね、更新する曲なんで、あ、基本的になるほどね、うん、闘争心が吹くみたいな感じの、息子に言うときます。ありがとうございます。じゃあ今日ここに上になんかいっぱいつけてこうやって来ないといけなかったですね。すごいいい感じですね。ちょうどお昼ぐらいなんですけれども、ふわーっとした感じで、ね、うん、美味しいお茶や美味しいケーキをいただきたいなっていう気分になりました、うん、あの今年の活動なんですけれども、はい、台風とかいろんなことがありましたね。ありましたね今年は。ライブに行かせていただこうと思ってた日もあの電車が止まってしまって、ねね、記念のコンサートだったんですけれども、また来年春になさるんですよね。あ、はい、復活ということで、はい、3月10日ですね、はい、にもう一度、はい、私たちの主催する音楽教室でもあり、はい、こういろんなこと楽しいことをしようっていうね、グループというかユニットの、はい、タイミュージックワークショップの20周年記念コンサート、楽しみです。じゃあ他にもどなたかが、そうですね、はい、ゲストの方をお迎えして、はい、楽しいゲストがいらっしゃるそうです。一人マジシャンが、マジシャンそうですね、マジックショーもありますね、はい、すごい楽しみ、はい、もういろんな方 の、 あの、うん、もうね、アーティストさんの塊なので、はい、楽しめるライブだと思います。詳しい場所とか教えてくださいね。そうですね、はい、滋賀県大津市にあります、はい、装備ホールっていう、JR 大津駅から徒歩5分ぐらいのところなんですが、うん、はい、個人がなさってるホールで、はい、そちらのホールを、ね、お借りして、素敵、そこはすごく素敵なのはホール の、 もあのオーナーの方が、はい、現役90代で現役でオペラ歌手をされているんですよ。すごい、すっご
く素敵な方で歌ってくださるんですか。いやとてもさすがにないかもお願いできないですよ、すごいですね。お話伺った時にもう背筋がこうお聞きしてる時に伸びましたよ。すごいね、やっぱ健康の秘訣なんでしょうね。すごく元気で発熱としてた方でびっくりしました、はい、まあもうね元気、年齢から言ったらね、もう声が出にくくなってる方とても多いですのにね、やっぱり違いますね、訓練ずっとされてて、はい、すごい。若い時は東京までレッスンに通われたそうです。だからね素晴らしいお声を持ちで、そうですか。そういう方のねしてらっしゃるホールですから すごいいいですよね。もうね失敗するわけにいきませんね3月の10日です。10日ですね、はいはい、ぜひ楽しみにしてます。はい、またあのホームページの方で確認をしていただけると、ね、はい、あのライブ情報なども出てまいりますので、私もホームページで調べさせてもらったらすぐ出ました。はい、はい、はい、タイヤスヒロさんで、うん、はい、検索しましたらすぐ出ました、はい、割と珍しい名前なんで、はい、他に多分出ないと思うんですよ、はい、そうですね、私あのひらがなで打ったらタイヤスヒロさんのことですかって聞かれました。あ、そうですあの漢字がちゃんと出ました、はい、そうですか。まあのタイミュージックワークショップのサイトを見ていただけるとライブ情報なども含めて、はい、そうですね、はい、検索することができます、はい、まあ、台風などいろんなことがありましたが、これからまたこの季節にあのライブいろいろ活動されてきたと思うんですけれども、はい、11月12月の活動などを教えていただけたらと思います。11月はね、はい、あの楽しいことが多かったです、はい、まずはあの11月の2日3日の連休はあの地元の草津町あかりというイベントに出させていただきまして、はい、町中に地域の皆さんの手作りのイルミネーションが、はい、温かいろうそくとかの、ね、はい、光が、はい、町中にも、ね、町中にあふれて、はい、そこをそぞろ歩きながらお客様はいろんな会場でお琴の演奏だったり、はい、で私たちはジャズだったんですけど、はい、ジャズだったり、はい、いろんな、音楽を聴けるというね、はい、すごく楽しいイベントです。そうですね、もう手作りのイベントで年々、ね、まあ、来場者の方が増えてきてますので、写真だけね、はい、草津にお邪魔した時に、ね、はい、見せていただいたことがあります、ね、はい、もう今はもうすごいこう、ま、年々あの人がたくさん来場していただいていますので、またあの明かり銀河っていうのがありまして、はい、川沿いに手作りの、はい、まあ、明かり銀河も、ま、点灯されて、その中を歩いていかれてお二人のライブのところの会場まで歩いていくことができます。なるほどな、はい、明かり銀河までは取り付けなかったですね。取り付けなんか人が多くて、ね、なかなか、全く反対側だったんで、はい、明かり銀河のからずっと銀河系の腕の端っちょの方にいましたんでなんかドラマがありますね一番遠い会場なんですよ。そうですね、伊佐佐神社さん、はい、由緒ある神社の能、ね、舞台で演奏させていただいてるんですけれど、それは素敵ですね、響いていいでしょうね。聴いてる方もあの演奏されて歌ってる方 もう満足できますよね、うん、美しいですね、はい、ですね。じゃあ来年また、はい、ね、期待しておきましょう、はい、今年はもう終わってしまいました、ね、毎年ね、お天気には恵まれるので、はい、来年もきっと晴れやと思います、はい、でそして11月は続いては今度は野外で、あ、お山に登りましたね。そうですね山でコンサート、比叡山の天空のコンサートと私が勝手に名付けてるんですけれどシナモルナイトですね、ガーデンミュージアム比叡というね、ちょっと分かりにくいですけど、はい、山の山頂にギャラリーと、お花畑が広がるというね、はい、大変、素晴らしいところがあるんですけれど、そこで演奏させていただきました、はい、すごい、この時面白かったですね。あのお客さんがタイさんですか、そうなんです、僕もタイですという方がいていきなりタイさんですかって、僕知り合いじゃないんだけどと思いながら私の高校3年生の時の担任がタイ先生だったそうなんですか、はい、だからタイさんっていうの珍しいお名前ね。その方はお知り合いが、はい、この方タイさんなんですって言ったら、私中国のタイですよ、なるほどなるほどとか、中国にある名字なんだったんですね。そう、いただくっていうタイの方だそうで、なるほどね、終わってからお話しする機会なかったのでちょっと残念だったんですけどね。でも山の上は面白いことが起こりますね、やっぱりこう極まってくるんでしょうね、そういうご縁のある方が、でお花
花とかはもうねさすがに冬なんでだいぶ枯れちゃったんですけど、うん、夜のキャンドルのイルミネーションがやっぱり、うん、綺麗でしょうね、素敵なんで、はい、カップルとかご家族の方とか、はい、子供さんたちもね夜眠くならないかなと思ったんですけど意外とあのキラキラを見てるとワクワクするみたいで、はい、みんな元気に走り回ってましたね。夏も演奏したんですけど、うんねねうん、なんかねお昼のコンサートに来られた方が夜のコンサートもお越しになってて、はい、すごく滞在時間が長くゆったりと時間を過ごしてらしたのがすごいなと、やっぱりまあねいい空気だから降りるのもったいないって感じもありますよ ね, そうそう ね, お, ねお庭も回って美味しいですね、うんうん、あとね歩き疲れたら足湯ができるんですよ、いいですねあれがあるんで皆さんきっとあそこでホッとそうです、ね、ちょっとお風呂に入った気分になってまたウォーキングなんでしょうね。夜景を見てから帰るっていうコースみたいですね。最近はね、あの駅からそんなに遠くないところでこうね、あのレジャーに楽しまれる方も増えてきましたもんね。海外へとか、ね、遠方じゃなくてね。絶対デートコースにいいですよね。ねそういかがですか。ご主人公たちの聖地って書いてます。そうなんですよ。書いてますね。日本の中でいろんな恋人たちの聖地の場所がありまして、はいまあ、滋賀県ではこちらの比叡山のところもありますし、また烏丸半島のところも恋人の聖地があって、まあ、そこへ行ったら、まあ、成就するとか、うん、長く続くとか、いいですね、なんか懐かしい可愛いですよね。なるほど。ね、やっぱりこう、ね、結婚してしまうとなかなかそういう思いっていうのは少しこう、ね、欠けてきますけど、お名前が違うんですけど、はい、ご夫婦なんですよね。あ、バラしていいですか。すみません。ご礼ですよ。あかんかった。いや、もうもちろん大丈夫ですよ。取り直しましょう。まあ、また長く続けていこうと思えば、まあ、子供たちはやっぱりね、この彼とうまくいくかなとか、言ってしまったら嫌われるかなとか思ったりするときに、こういうところへ行って、あ、長く続けられたって。半年続いたとかね、うん、多かったです。なんかこうみんなが新鮮で、あ、こんな時代も私たちにあったのかなとか思いながら。いいですよね。なかったですか。いや、翌日にレッスン行ったら、はい、うちの娘が実は昨日、はい、比叡山登ったんですよ彼氏と、とか言って言われて、とか言ってて、もしかしてコンサート来てくれたんですか。そこまでは聞けませんよ野暮でとか、ね、あのカップルの中に、はい、いたかもしれないと思うと。おいくつなんですか、ね、おいくつなんですか、その娘さんとか。あ、娘さんは、娘さんはお稽古に来られてる方の生徒さんの生徒さんの娘さんね、はい、なるほどなるほど、はい、すみません。あ、いえいえ、はい、そして、まあ、比叡山の上でコンサートされまして、続いて12月の動きを教えていただけたらと思います。12月はもう何といってもね、うん、クリスマスです。気が合いましたね。合いましたね。たまに合うんですよ。一年に1回ぐらいね。楽しみです。12月の23、24、はい、これも、超地元、うん、私たち草津の中でも南草津というね、はい、駅が最寄り駅なんですが、南草津の、老舗リストランテベルサーレさんで毎年クリスマスライブさせていただいてます、はい、美味しいもの食べながら、そうですね、音楽聴いてね、一年の疲れをぜひぜひ癒しに来てくださいませ。2日間ですか。2日間あります。はい、23、24、はい、楽しみですね、はい、もうあの連休なので、もうたくさんの方で早くに埋まってしまうと思います。もしあの、ね、行かれる方は早めにエントリーなさった方がいいと思います、リストランテベルサーレさんの方にお問い合わせしていただいていいですね。はい、わかりました。駐車場も完備でございます。すごい。駅までの送迎もあります、うん、私たちは歩いても行けるんですよ。すごい近いので歩いて行けるんですよ。ボサノバでクリスマスですか、はい、いいですね。ね、とってもいいと思います、はい。まあ、聞いていただいている方にはですね、まあ、お話もいいんですけれども、またあの、ね、一曲歌っていただけると嬉しいかなと思います。そろそろ、はい、さあ続いての曲は、続いての曲はでは映画ティファニーで朝食をよりムーンリバーをお届けいたします。
dream. Make your heart break wherever you're going. I'm going your way to drifters off to see the world. There's such a lot of world to see.ラジオしていることを忘れそうです。もう完全入り込んでましたね。完全に本当よかった。なんか幸せですね、はい、ありがとうございます。お二人のこのね素晴らしい演奏とそしてボーカルは音源を購入することもできるんですよね。はい、ね、Amazon と一昨日にて販売もされていまして、はい、マシンね、あ、iTunes でも、はい、はい、まあ、購入することができます。まずはですね、アルバムがいくつか出されていますので、まあ、私のおすすめのところは、はい、I wish you あなたと夜とボサノバと、この2つはもう大好きなんです、はい、でそしてもう一つね、やっぱり演奏の方も重視して聞きたいなっていう方にはもう Meet the Beatles、 こちらもおすすめでございます。はい、
他にメッセージございましたらお願いします。ミーツ・ザ・ビートルズの、はい、その後に、はい、I feel fine というのがあるんです。よろしくお願いします、はい、これもビートルズのカバーアルバムなんですけども、はい、今の、森間とも全く180度反対みたいな感じの、うん、あ、そうなんですか。フルバンドでドラムとかベースが入った、はいはい、新しくバンドを始めましたというコメントも書かれていますので、ちょっと違った切り口なんですね。そうですね。ライブなんか寄せていただくとそういうのも聞けるっていうことですかね。はい、それは年に1回の七夕状態なんですけど、はい、いろんな、ね、ライブ形式を、ね、でピアノをなさってるんですよね、はい、そうなんです、うん、ピアノも聴けますよね。ピアノ実は本業はピアノなんですよ。ね、先生でもいらっしゃいますので、ここにピアノ運ぶことできないからね、今日は残念でしたけど、ね、くるくるっと巻いてくるやつを持ってきて、ね、またね、ぜひ機会があったら聞かせていただきたいです。ライブにはぜひお邪魔したいと思います。ありがとうございます、はい、放送聞かれている方もですね、ぜひあのライブに行ってみたいわっていう方が多くいらっしゃると思います。この後1月もライブございますよね。来年ですね、はいはい、新年明けましておめでとうライブというのがございますね、はい、これは京都の祇園のバハ・プラットっていう、はい、個性的な名前ですよね、はい、そうなんです、うん、薬膳とジャズのお店なんですよ、はい、ですごく雰囲気ある素敵なところ で、はい、でおすすめはマスターとカレーです、はい、マスターがついてくるマスターはね、はい、いいキャラですね。そうですか、ぜひマスターにお会いに。なんか予約もいらないそうで、はい、そうなんです。19時30分からですね。そうですね、はい、7時半からやっております、はい、フラット、はい、立ち寄りください、まあ、ちょうど祝日ですしね、14日ってね。そうですね、はい、京都観光されて、はい、その後、うんうんうん、おせちで疲れた胃を薬膳カレーで休ませて、すごいいいな、さらにジャズでパワーアップという、はい、ぜひ皆さん祇園へ行きましょう。そしてジャパニーズスタイルなんですけれども、はい、次回にさせていただきましょうか ね、 うね、はい、あと残り2分40秒になって、もう素敵な客にうっとりしてました。私もここに、ね、あの観客でしたもんね。そうなんです、はい、もうすっかり聞かせていただいて、はい、ありがとうございます。聞かせていただきました、ありがとうございます、はい、そしてもうね、あのまたあの遠方になりますけど、ぜひ、はい、あの当局へいらしていただけたらと思います。ぜひぜひ。嬉しい、ありがとうございます。季節ごとにまたあのライブ情報含めて、はい、あのゲストにお越しいただけたらと思っております。今後ともよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。そしてエンディングなんですが、はい、エンディングにこれは言っときたいということがありました。、はい、はい、大阪万博2025年おめでとう、おめでとう。これこのニュースを聞いた途端、うちの旦那がいけるかな、でもいけるでしょ、まだ70代でしょ。7年後です、ね、7年後です。全然、あ、おめでたくなる年齢に近いかもしれません。そうなんですよ、だから頑張っていきましょうって言ってるんですけどね、大阪万博で何か、はい、ね、ライブとか何か影響あるものをなさっていただけたら嬉しいです。あの、はい、あの70年のあの歌が復活したらすごいねって噂してるんですけど。あ、こんにちはですか。そうです、そうです。 あれのまた新しいバージョンみたいなのがあると面白いですね。そうですね、南春夫さんのね、あのある事務所ではですね、はい、あのちょうど私はあの音楽事務所、あの同じビルにあの行くことがありまして、あのレッスン生の方にオリンピックの五輪運動を教えておられるクラスと、それからあのこんにちはを教えておられるクラスとありました。もうびっくりでした。もうオリンピックとは、はい、もう歌われてますね、いろんなところでね、はい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 、なので、まあ、この2025年7年後なんですが、どんな風に過ごされてると思います？確実にオリンピックには行けると思いますし、はい、万博にも行けると思います。もちろん大丈夫、もちろんです。心配してるのは私たちです。まあ、大阪万博のにぎわいにかけて、まあ、私たちも何か、ね、皆さんに喜んでもらえるものができたらいいですよね。いいですね、はい、今日にぎやかに何かしたいですね。そうですよね、一緒にももし何かできたらと思います。あ、はい、今日はあの特等席で、はい、拝見させていただき、ありがとうございました。ありがとうございました、次回もまた、12月の後半にですね、はい、番組更新させていただきます。1ヶ月間この番組は聞けますので、ぜひお二人の、今日の演奏と、歌声を何度かお聞きいただけたらと思っております。本日はありがとうございました。はい、info-m@tv171.net info-m@tv171.net までいろいろお寄せください。お待ちしております、はいはい、今日のお相手は丸山恵子と吉野真美と田井康弘さんと今井由紀さん、お越しいただきましたありがとうございました。ありがとうございました。